ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はこちらカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、セルフヘルプ術プリーズアンダースタンドミート、はい、私を理解してよっていうところから、うんうん、今はパートナーとの相性編みたいなところで、これまでに INTP と ESFJ、はいうん、ENTP と ISFJ、うんうん、ENTJ と ESFP の紹介をしてきたので、うんはい、今日は ENTJ と ISFP の紹介をしたいと思います、はいはい、ENTJ 将軍とあります、うん、対する ISFP はアーティストとあります。でまず将軍の方から。将軍って ENTJ ですね、はいはい、ENTJ 型はもう生まれながらの将軍ですと、うん、いくつもの軍隊を自分の手元に置きたくてうずうずしています、うん、この人たちは自分の戦力を率いて思うように指揮がしたいんだと、はい、もしこのタイプが小さくても何らかの事業を任されれば、うん、もう勝手に長期的戦略を作って、うん、作戦を見定めて、うん、自分の軍隊を操るようにテキパキと経営するだろうと、うんはい、しかしプライベートでは驚くほど対照的に、うん、いかにも自然主義作家のように、うん小説に登場しそうなヒッピーとか、うん、牧歌的な芸術家であるISFP に夢中になってしまうと、うんうん、ENTJ 型、まあ、将軍ですね、うんうん、この将軍が配偶者にパートナーに望むのは、うん、都会の喧騒から離れて森や野原の静けさを一緒に分かち合うことなのかもしれないと、うんうんうん、落ち着きたいんですかね。そうかもね。このタイプは職場の遠く離れた場所に家を持ちたがると、うんうんうん、またこの将軍ですね ENTJ 型は、うん自分と正反対のアポロ型である生真面目な INFP、うん、かっこ修道士に魅了されることもあると、うん、聖人や騎士ジャンヌ・ダルクが挙げられているんですけども、うん、このような INFP 型のどこが将軍タイプを引きつけるのだろうかと、うんうん、この、まあ、INFP ジャンヌ・ダルクですね、はい、修道士、うん、INFP 型には宣教師的な真摯な姿勢が備わっている、うんまあ、先ほど例に挙げた ISFP 型、うん、芸術家もある意味では同じように純粋な熱意、うんうん、あ純粋な熱意ですね、はいはい、自分から湧き出てくる純粋な熱意を持っていて、うんうん、この INFP 型、うん、修道士にもこの将軍 ENTJ 型を、うん探求の旅へ導き入れ、うん、ISFP 型、うん、これは、先に挙げた芸術家ですね、はい、芸術家もまた静寂な自然の中に連れ出してあげることができる、うんうん、なんで、まあ、将軍、うんうん、戦ってる人、うんうん、なので安らぎを求める、うんうんうん、で彼らはその、うん、外で戦ってきて、うん家に帰ってきた時に自分をしっかり持った内向的な INFP とか ISFP のもとで離れたいんですね。まあ争いで戦っている人たち休まりたいんじゃないですか。そうですね、清らかな場所で休まりたいと、でまた戦いに行くと、はい、そう戦場に出るわけですね。戦場に。ではまあここで1回目に挙げられた ISFP 型アーティストですね、はい、アーティストのところを見ると、うん、この ISFP 型、うん、アーティストは体制の責任者タイプになぜか惹かれてしまうとあります、うんうんうん自然に接することと芸術的な行為という2つのテーマを追求する ISFP 型は、うん、実用主義とは無縁の存在だ、うんしかしその実用主義的な側面こそこの牧歌的なスピリットを持ったタイプが魅力を感じる部分だと、うんうんうん、あ牧歌的なスピリットを持ったこのタイプが実用主義な人たち、うんうん、反対側に惹かれるっていうのは、うんうん、足りないっていうのがあるじゃないですか、ね、あ自分の足りない部分ってとこですね、うん、気質が反対側なのは将軍、うん、このタイプは
物事を指揮する際には誰よりも戦闘的になる、うん、一方この ISFP アーティストは平和主義で環境保護を唱えるような人間、うんうん、にもかかわらず、うん、この ISFP 型は戦略的な指導者や軍人のようなタイプを求める、うんうんうん、また同じように ISFP 型は組織の責任者である ESTJ、うん、行政官にも魅力を感じてしまう、うん、これは体制を非難するような人が、うん、その体制の責任者に惚れ込むようなことであると、うん、しかしこの ISFP このアーティストがこの将軍とか行政官と、うん結婚したような場合、うん、現実的な相手を自分のような人には変えたいと思わないと、この ISFP アーティストは誰に対してもそのままでいてほしいって考えるタイプだからだと、うん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 、分かってる感じですね。分かってる感じ、分かってる感じっていうのは、うん、変えてしまった時って、あー、はいはい、要は、まあ、前回の話、そうですね、うん、あなたが好きな人じゃないですよね、うん、それってみたいな、うんうんうん、でもやっぱ人間ってエゴの塊じゃないですか、うん、はいはい、お礼色に染まれなんて思ったりしがちですけども、うん、このアーティストは思わないなんて書かれています、うんうんうん、以上です、まあ、さらっと終わる感じで、はい、というところで、はいはい、次はまた、INFP と ESTJ の紹介を、うん、僕ですね、 INFP 修道士ですね、修道士と ESTJ ESTJ の紹介をしたいと思います、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。